どうも、サトチューンです。あ、ちょっと角度がダメですね。はい、こんな感じかな。はい。はい、どうも、サトチューンチャンネルでございます。ファーウェイからですね、久しぶりに、メディアパッドシリーズの新作が、今日発売になりますね。はい。私もね、ファーウェイのタブレット、メディアパッド T37、これ、まあ、前作の、まあ、ベーシックモデルになるんですけれどもね、まあ、一世代前、T3 とか M3 とかね、言われてたんですけども、今回はね、4を飛ばしてね、M5 が出るということでございますね。ファーウェイのタブレットシリーズの最高峰、M がつくのはね、最高峰のモデルになります。今回はですね、メディアパッド M5 と M5 Pro と名前があるんだけども、プロとね、無印、これはですね、どうも基本的にはまあ、ディスプレイサイズの違いが、まあ、大きなところかなと。CPU とかなんかはね、同じなんですよね。で、まあ、具体的にどんな風になってるのかと言いますとですね、まずは、メディアパッド M5 Pro。これがね、10.8 インチになってるんですよ。で、これは Wi-Fi モデルだけ。54,800円。で、メディアパッド M5、無印の方ですね。これがね、8.4 インチになるんですよ。価格が Wi-Fi モデルで 37,800円。LTE がつくと 45,800円ということですね。これね、価格的にはあれですよ。はい、これ。私買いましたけど、iPad と同じですね。このエントリーモデルでも M5 の Wi-Fi モデルで値段一緒というところですね。なので、これはね、まあ、Android タブレットとしては、どうですかね、僕の知る限り、このしっかりしたもの、ハイグレードなもの、ハイエンドなものっていうのは、ここ最近ファーウェイぐらいしか、ちょっと知らないんですけどね。あとは中華タブレットってことになるのかな。まあ、あと ASUS とか、Google はもう作ってませんからね。なので、まあ、唯一の、まあ、トップエンドモデルになると思うんですけどね、これが。ファーウェイのメディアパッド M5 っていうのはね、僕の知る限りね。うん。で、これがまあ本日、5月の18日、もう今日出てんだって、今日もう売ってんだって、とのことでございます。2018年5月18日発売と、はい、いうことでございます。でね、まあもうちょっと詳しく言っていくとね、まずは、やっぱりね、まあ特徴としては多分今回の売りは10インチのメディアパッドプロなのかなと思います。まあこれどっちもですね、2560×1600 ドットの IPS 液晶ディスプレイ。はい、これはね、8.4 インチも 10. 何インチもう同じなんだって。なのでね、解像度の細かさで言えば 8.4 の方が上になっちゃうんですよね。うん、で、継ぎ目や段差のないメタルボディを採用と。ブルーライトの抑え方を調節できる視力保護モードも搭載と、いうことですね。で、スピーカー。これね、前作の M3 も音良かったんですよね。ハイレゾ音源対応ということで。まあ、今回はですね、これ、このまあ接続端子。ここですね。これが、ヘッドホン端子がどうもないみたい。USB Type-C から、まあ、ケーブルを介してね、まあ、スピーカー変換アダプターで、スピーカー接続するということが可能ということになってますね。はい。ただね、これ、今回のやつは内蔵スピーカーも結構いいみたいですよ。特にね、メディアパッド M5 Pro は4スピーカーだって。4スピーカー。で、さらに、10.8 インチのね、M5 Pro は、スタイラスペン、M ペンが付くんだって。だからこの辺がなんかどうも、iPad、ね、iPad、iPad Pro を意識したものになってんのかなと思います。まあ、傾き検知が付いてたりとかね、筆圧検知、ショートカットボタン備えてるというところですね。ただこれ、8.4 インチ、ちっちゃい方は使えないということでございます。はい。まあ、いらないよね。いるかな？いるの？いや、私、なんだろうな。これ、いるのかな？いる人はいるんだろうね。まあ、こういうのを開発するってことはね。
うん、話題になるってことは、iPad Pro とか iPad でもね、話題になったってことは、まあ、これがまあ重要なんでしょうね。例えば学生が使うとか、そういったものにとっては、いい必要な機能ってことなんでしょうね。絵を描いたりとか。あとはなんかこう資料にこうパパパッとちょっとメモ書きをするとかね。まあ、そういったところが使えるよってところ。で、スペックの方ね、詳しくいくとですね、まずはカメラね。メインカメラが1300万画素。インカメラが800万画素。これはどっちも同じ。で、チップセット。まあ、CPU ですね。オクタコアのキリン960。これも一緒。メモリが違うのかな。ストレージか。メモリ4ギガ。一緒。ストレージがね、10.8 インチが4ギガ。あ、ごめんなさい。64ギガね。64ギガ。8.4 インチが32ギガと、ああいうことになってますけど。これね、まあ、iPad と違うのはメモリーカードは使いますからね。256ギガまで。あ、まあ、どんだけって感じですね。はい。まあ、ストレージに関してはもう、タブレットで使うにはもう、特に64ギガに関しては、マイクロ SD いるのかなと思うんだけどね。まあ、それぐらい、いいものになってますよ、というところでございます。OS は Android 8.0。UI は EMUI 8.0。はい。ちょっと、ね、僕は気に入らない。はい。まあ、GPS もいっぱいついてるよ。グラナスもついてるよ、ということですね。指紋認証もついてる。加速度、軌道、電磁コンパス、ね、ジャイロ、各センサーついてるよ、というところですね。あ、あとね、バッテリー。バッテリーはですね、10.8 インチの M5 Pro が 7500mAh で、9V 2A 急速充電。2.9 時間で満充電にしちゃうんだって。超早。で、ね、さらにこれ M5 8.4 インチモデルだと、これがね、バッテリーが5100になるんで、1.9 時間で満充電にできるんだって。これはまあいいですよね。ここら辺がちょっとより使いやすくなってんのかなと思います。重量は 10.8 インチが 500g で、8.4 インチが 320g。まあまあこれは平均的なところかなというところでございます。まあ、USB Type-C の 3.5 ミリヘッドホンジャックアダプターもついてる。スマートカードカバーも同梱されてるよというところですね。っていうところが特徴かなと思います。はい。まあ、ファーウェイのタブレット、久々の新機種になるのかな。うん。で、まあ私もね、これメディアパッド T37 を使ってみて、これのすごいのはね、これは7インチだからちっちゃいからあれなんだけど、限りなくスマホに近い感じで使える。ほら、わかる？これ。僕手ちっちゃいけどさ、こんなに余っちゃうのよ。これ握ったら、ギュッと握ったらね。まあ、スマホ、ファブレットかなっていう感覚で、持てます。で、カメラ性能もすっげえいい。これ、エントリーモデルだよ。僕のやつはエントリーモデルで1万円ちょっとだけど、もうカメラがね、パシャパシャ撮れんの。オートフォーカスがすごい早いんだよね。もう狙った獲物、ペット撮ってもできるし、電車とか来てもパッとこう、もうほんとベストアングルで撮れちゃうっていう。動きのあるものでもね、撮れちゃうってかも、もうね、これスマホにこの性能欲しいよねっていう。スマホでもね、こんなに性能良くないんだよ、これね。ファーウェイちゃん頑張ってよ。タブレットの方がすごいっていうね。うん。だからそういうこの魅力的な機能はありますよというところ。ただこのね、僕気に入らないのはね、この、なんて言うんだろう。まあ、独自 UI と癖があるっていうとこね。この M5 でどこまで改善されてるかわからんけど、ちょっとね、私も触ってないから何とも言えないんだけどね。まあ、このファーウェイの端末に慣れてらっしゃる方はこれ何の問題もない。別にこう、使いやすい構成の端末で終わりなんだけどね。やっぱり僕みたいにそのいろんな端末を触ってる、もうプレーンなものからね、まあ、いろんな癖のあるものから触っていく中だと、やっぱりこのファーウェイはちょっと癖の強いモデルで、うん、まあ、個人的にはちょっとこう、あんまり使いたくないんだけど、性能がいいから使っちゃうって感じかな。はい。特にスマホなんかは今、ノバライト2使ってるけど、もう使いにくいって言いながらね、これメインで使ってるっていうね、YouTube 活動する上では欠かせないっていう。まあ、結局やっぱりハードウェアの性能が高いからね、頼らざるを得ないんですよ。うん、特に YouTuber にとってはね、Android、Google は相性がいいですからね。うん、まあそんな感じで、このメディアパッド M5
っていうのは、ハイグレードな Android 端末が欲しいっていう方には、これはもう待望のニューモデルというような感じだと思います。うん、ここ最近ね、ちょっと Android のタブレット、新モデルがちょっと少ないかなっていうのとね、まあ、どちらかというと、中華タブレットの方がこう、なんかいろんなこうモデルが出て、勢いがあるなっていう感じがするんでね、こういう、まあ、ファーウェイっていったちゃんとしたメジャーなメーカーから出る、Android タブレット、高性能。これはまあ、貴重かなと思います。はい。まあね、この商品に関する詳しい説明は動画の説明欄の方にリンク貼っておきますから、興味のある方、チェックしてみてください。はい。というわけでね、今回は、新発売のファーウェイメディアパッド、M5 Pro について動画にしてみました。サトチューンチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。あ、そうそう。あのね、うちのチャンネルではこういう、ね、タブレットとかスマホとかパソコンとかね、ガジェット関連をね、動画にしております。この動画面白いなと思ったらね、ぜひチャンネル登録もしていただけたらと思います。噛んじゃった。ごめんね。